デビューをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、鈴木ひろきです。新井敦志です。ズキさん、はい、お久しぶりです。どうもいやいや、そうなんですよね、ディボーイズのあれでね、いろいろやらせてもらってますけど、ね、うん、あの僕とズッキーさんが会うのがめちゃくちゃ久しぶりっていう。そうそうそう、今日よかったですよ。街でズッキーさん見かけた時にちゃんとズッキーさんだって分かって認識して、もう認識できないかもしれないぐらい。そうそうそう、あれ、ズッキーさん、ズッキーさんみたいな感じでちょっと探してましたけど、うん、まあ時が経つのは早いですよ。今回ね、うん、あの4月おということで、そうですよ、なんか始めたいこと、新生活の時期、あ、そう、ね、そして入学式とかいろいろありますけど、新学期新生活ですけど、ズッキーさん的に何か始めたいことというか、うん、デビューしたいことってありますか？そうですね、まともな人間になるっていういやいや、もうそこの域に入りました。そうだよ、もう、あ、まず俺もまともな37になるからね、今年。いや、僕も27になりますよね。いや、長いですよね。そうですね、12年経ちましたね、出会ってそうそうちょっとね、まともなというか、まあもっとしっかりと地に足つけて大人なね、役者さんになっていきたいなというような、まあ、そうですね、うん、自分もちょっと似ちゃうな。でもまあ、なんかこうやっぱね、うん、リアルに味噌汁っていうか、30歳って、まあ、いわゆる大人の切れ、うん、ちゃんとした大人の切り替わりみたいな、まあね、あるじゃないですか、対外的にも、ね、そうそうですね、周りからそう見られる。だからそこはちゃんとしっかりこう余裕のある人になりたいなと思っております、うんうん、ね、ということで、まあ、僕らからのちょっとお仕事の方の情報なんですけど、うん、はいはい、じゃあまずズッキーさんから、はい、ありました、そうですね、まあ、この4月から、警視庁捜査一課長の新シリーズが、うん、はい、スタートいたします。もうこれもね、めちゃくちゃやってますもんね。10年ぐらいになりますよ。いや、すごいっすよ、うん、最初にね、のレギュラーがある。そう、最初に撮影したのは2010年だったと思うんで、本当に10年長い経ってますが、長いっすね、はい、まあ、だからレギュラーメンバーも、うんうん、ね、すごいあのチームワークよくやってますので、さらにパワーアップしたものをお届けできるんじゃないかと思います。そして、タクフェス、うん、仏の顔も笑うまで、こちらも4月から公演が始まります、うん、ノンストップの大爆笑コメディとなってるんで、いいですね、はい、私が大爆笑のコメディです、はい、ズッキーさんが大爆笑するんですか？しますし、私が大爆笑を届けます、はい、びっくりした、忍者大爆笑のびっくりした、舞台やってるのにズッキーさんだけずっと笑ってるキャラクターなのかなみたいな、うわーってね、いや、それ面白すぎですね、まあ、もう、はい、あの楽しい作品になると思いますので、はい、ぜひお願いします。僕からはあの4月にですね、柳生一族の陰謀という作品にあの、うん、徳川忠長という役で出演させていただきます。あのかなり歴史のある作品で、まあね、有名なところで言うと家光と徳川家光と忠長のその兄弟の、まあ、いわゆるちょっと昔の大奥ができる前のちょっと大奥の前景みたいな感じなんですけど、昔で言うと松方弘樹さんだったり西郷輝彦さんが兄弟でやってた役の、僕は西郷輝彦さんの役をやらせていただきます。なので4月放送あるので皆さんぜひ見てください。そして夏にはですね、あのかの有名な巌流島という作品がね、あの舞台であるんですけども、うん、その作品にも、出演させていただきますので、夏から秋入るぐらいまで、まあ、9月ぐらいまでですかね、公演してますので、皆さんぜひ見に来てください。両方時代劇でした。よろしくお願いします。時代を感じる男、はい、新井敦志。そうですね、うん、そうなんですかねいいことだと思うよ。いやいやいや、もう本当にだからそう、大人ですよ、大人、大人ですね、はい、僕も時代劇に出れるようになりました皆さんこうやってどんどんデビューしていくんです今うまい具合にまとめようとしたんですけどね、うん、なかなかうまくまとまんなかったですけど。いや、まとまったと思うよ。いや、本当ですか、うん、ありがとうございます。励みになります、頑張ります、はい、まあ、こんな感じですがこれからもどうぞDボーイズをよろしくお願いします。そして4月からね、いろんなことデビューする方、いろんな方いると思いますけど、頑張って、僕たちも頑張るんで皆さんも頑張ってください。ということで以上、Dボーイズの新井敦志と鈴木ひろきでした。バイバイすっごいお辞儀が深いよすっごい画面から消えちゃってんじゃないかなくらい